こんにちは、こんばんは、おはようございます。ほのかと、今日はですね、皆さんにお知らせがあってこの動画を撮っています。何かというとですね、いつもというか、まあ、たまにやっているライブ配信についてなんですけど、このチャンネルでライブ配信をさせてもらってるんですけど、ちょっとこれからはですね、YouTube ではないんですが、スプーンというアプリをちょっとスマホに最近入れまして、ちょっとそこからライブ配信はそこで行おうかなと考え中です。というのもですね、この前ちょっと試しにライブ配信やってみたところですね、音がスプーンの方がいいということがちょっと判明しましてですね、何の機材も持っていない私なので、YouTube じゃなくて、すいません、スプーンというアプリでライブ配信をこれからしていこうと思います。さっき言ったか伝わりましたかねはい、スプーンだとですね、何にもマイクとかつながなくても結構綺麗なクリアな音が出たし、あとですね、動画、私顔を出してないので、まあ、映像は必要ないかなと思いまして、スプーンだと映像が動画じゃないので静止画なので、そこのなんかこうカメラの角度をどうしたらいいかとか全く考えずに、すぐ配信できるし、スマホでできるので手軽だなと思ってちょっとこれからそうしたいなと思います。なのでもしよかったらですね、説明欄にスプーンの何ですかね、アドレスなんですかね、UR っていうのかな、そういうの貼り付けておきますので、そこから飛んでいただいて、来ていただける方いらっしゃいましたら、そこからはい、ライブは見ていただけたらなと思います。はい、以上お知らせでした。ありがとうございました。